会津若松駅に到着しました。空はあいにくの空模様、雨が降ってます。ではここから旅が始まります。行ってきます。普通だ。
今日のお昼ご飯はこちら大内宿の三沢屋さんでいただきます。そうです、これを食べに来ました。すごく美味しいです。ごちそうさまでした。美味しかった、めちゃくちゃ。雨が降ってきて気づいたんですけど、傘をねホテルに預けてしまったという大内宿の、景色がいいところに行きます。はい、大内宿の景色がいいところに行きました。こんな感じです。サービスでいただきました。ありがとうございます。はい、大内宿を満喫したので、次は猫の働く駅、芦ノ牧温泉駅に行きたいと思います。